ハイロヒレアシシギは、超高地鳥目、ヒレアシシギかヒレアシシギ属に分類される鳥。ヒレアシシギ属の模式属。アフリカ大陸、北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、ユーラシア大陸、キューバ、日本、フィリピン北アメリカ大陸北部やユーラシア大陸北部の北極圏で繁殖し、冬季になると、アフリカ大陸や南アメリカ大陸等で越冬する。日本には、 渡りの途中に飛来するが、沖合上を通過するものが多く、目にする機会は少ない。東北地方以北では、夏にも少数観察される。全長22センチメートル。側頭部の羽毛は白い。くちばしは黄色でやや細く、先端が黒い。夏は,は、顔全面から、五頸部にかけては黒く、顔は白い。背からの体の上面は、黒か色で、 覆面の羽毛は赤い。オスはメスに比べて全体に灰色が淡くなっているほか、覆面に白い反紋が入る。冬羽は、背面の羽毛が灰色で頭部が白く、くちばしから目を、通り側頭部にかけて、筋模様が入る。風切りと下眼線は黒い。和名は冬羽の色に由来する。足は淡い灰肉色で、第二から四子の縁には、ヒレが発達している。 属称名のフリケリアスは、クイナカの黄板を指し、足の構造が黄板と似ていることから付けられた。海洋や河川、湖、地小等に生息する。非繁殖期は主に海洋で生活する。鳴き声は日本語圏ではピーピーと聞こえる。植生は、動物食で、昆虫類、節足動物、甲殻類等を食べる。繁殖形態は卵生。 繁殖期は6月下旬から7月下旬。一切タフである。ツンドラ地帯の水辺の草原等に枯れ草や地衣類を敷いて、オスが栄養し、メスはそこに散乱した後すぐに巣を離れたのをオスと、つがいを作る。一度に3から6個、高褐色の地に黒褐色のシミがある卵を産み、放卵日数は18から20日である。オスが放卵、育数する。は、生性で、 不可後すぐに、津から離れ18から20日で独立する。ありがとうございます。